次は新型コロナウイルスの影響などを受けた企業が雇用を維持するために利用できる雇用調整助成金についてです不正な申請や受給が相次ぎ全国で少なくとも58件2億6000万円余りに上ることが分かりました厚生労働省は悪質な場合は刑事告発することもあるとしています雇用調整助成金は 業績が悪くなっても企業が従業員を休ませるなどして雇用を維持した場合に国が休業手当などの一部を助成する制度で新型コロナウイルスの影響を考慮して助成率を引き上げる特例措置を実施しています去年2月から先月までに300万件を超える申請がありましたが不正な受給も相次いでいて NHK が各地の労働局に取材したところ 不正は未遂も含めると全国で少なくとも58件2億6724万円に上ることが分かりました実際には働いている従業員を書類上は休ませたことにしていたり事業を縮小したように見せかけたりする手口が目立つということです虚偽の申請を行って助成金を不正に受け取ると詐欺に当たり 経営者が逮捕されるケースも出ています現在労働局が調査中のケースもあり不正の発覚労働局が調査中のケースも多くあり不正の発覚は今後さらに増えるとみられていて厚生労働省は悪質な場合企業名の公表や刑事告発をすることもあるとしています東京渋谷区の法律事務所には 雇用調整助成金を不正に受け取ってしまったがどうしたらよいかなどといった相談が去年12月頃から相次いでいるということです法律事務所の代表の上原美紀夫弁護士は新型コロナの影響が長引いていることもあり会社の資金繰りが厳しくとにかく何とかしたいとして不正な申請を行うケースが増えている各地の労働局が 本格的な調査に乗り出しており、不正の発覚はさらに増えるのではないかと話しています。